はい、どうも、マッチです。オスオスオス、ケンさんでございます。はい、1、2、サシです。はい、はい、まあ、いろんなねごめんごめん、何も考えてなかった。ごめんなさい。いろんなねあれね、いろんな動画が上がった後なんでね、はい、混乱してる方もいるかもしれませんが、うん、まあ、マッチさんの結婚のお祝い動画というか、はい、この間ゆるいやつしたじゃないですか、うん、その後で結構家に帰ってから気づいたんですけど、はい、結婚生活って、まあ、まだ入ったばっかだろうけど、うん、どんな感じなのかなって結構気になってて。気になるね。あー、なるほどね。なんかほら、普段のほら動画撮ってる俺たちのことは分かるけど、うん、まあ、結婚生活というかそういう恋愛的なことというか分かんないじゃん、まあ、あんまり話さないもんね。そこまでみんなね、びっくりするもんね。そう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 、だからどんな感じでと言ったら変だけど、うん、過ごしてんのかなみたいな気になってて、意外とね、うん、特にあれだよ、一人暮らししてるのと変わらなくて、正直。あ、そうなの。っていうのは仕事がお互い時間帯がさ、うん、違うから、うん、結構ね、会うのがもう夜寝る前ぐらいにしか二、うん、人会う時間なくて。あ、そうなんだ。意外とだからね、そんなに別に何か変わったかっていうと、うん、特段変わってはないんだけど。あ、そうなんだ。まあ、ただ部屋というか家が同じになっただけで、うん、っていうぐらいかな、うん、大事じゃないの。そうだね。あんまりほらいいことだけど一緒にいすぎてもさ、うん、なんか仲良くても疲れちゃうこともあるから。そうだね。俺結構一人の時間というか、結構編集の時間もそうなんだけど、一人の時間大事だよね、うんうんうん、そういう人は、うん、例えば俺だったらゲームとか、うん、アニメとか漫画とか好きだからさ、うんうん、そういうのって別になんか一緒に見ようとか思えないっていうか、はい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 、映画とかも全然、むしろなんかその語り合うじゃないけど、うん、俺はもう自分で見て自分で考察してっていう、なんかもう普通に一人で楽しめる感じだから。あ、そっかそっか。なんか共有してとかあんまないんだよね。そうだね、うん、結構好みもね全然違うから。そうかそうか。俺結構ほらホラー系とか好きじゃん、うん、だからホラー映画とか見たいんだけど、彼女見れないから。あ、もうだって結局一人で見るしかないし、うん、特にその共通というかあんまりないんだけど。あ、そう、ね、意外とでも、うん、乃木坂は好きで。あ、そうなんだ。そう、だから乃木坂の番組とかやってたら一緒に見るぐらいだけど。あ、いいじゃん。その、でも共通の何かがあるだけでね。そうそうそう、うん、あ、そっかそっか。そんな感じかな。うん、なるほど、ありがとうございます。だから意外と、そんなに変わらずって感じ。あ、そっかそっか。うん。だから一人の時間も一応あるし、うんうんうん、逆に今それがあるから全然いいかな、みたいな。そっかそっか。気はする。うん。そうそう。ね、びっくりしたのが、うん、そう、みんなさんもびっくりしたと思うんですけど、うん、僕らもびっくりしてね、うん、普通に僕らチームラインがあるんですけど、うん、ミーティングとかね、そうそうそう、うん、YouTube のね、ラインがあるんですけど、うん、普通になんか YouTube のラインしてるときに唐突にさらっと、うん、あ、そういえばさ、みたいな、うん、なんか、俺結婚するわ、みたいな感じのラインだったから、俺もびっくりした。ね、ちょ、夜中だったからね、うん、普通に。あ、そうね、うん、夜中の時になんか話したんだよね、うん、なんか話してて普通の流れで、うん、そういえばさ、みたいな感じの、そう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 、なんか何事もないかのような感じでさらっと流れてきた、うん、見落としちゃうぐらいのね、うんうん、そう、文見て、うん、夜中だったけど目覚めたよね、うん、あ、おめでとう、みたいな、うん、俺もびっくりしたの、うん、そうね、びっくりした。うん、大々的にね、なんか会った時とかかなと思ったら、うん、あ、さらっとだなみたいな。決して悪いわけじゃないか、うん、いや、あんまりこう、なんだろう、みんなで集まれてなかったのもそうだけど、うんうんうん、まあ、なんか俺自身もこう、なんだろう、本当に結婚しようと思ってというか、本当に流れというか、うんうんうん、もういいタイミングだったんだね。そう、タイミングはタイミングだったんだけど、うんうん、いろいろ重なって本当に急にというか、うん、じゃあもうこの日しかないよねっていう感じの流れでもうそれだったから。そうかそうか。そう、だから意外とね、結婚よししようって思ってしたっていう感じはなくて、うん、なんかこう流れで、ああ、みたいな。そう、だから俺自身もそう、うん、そんなにね、こう、なんだろう、心構えてよしっていう感じじゃなかったから、うん、逆にスルッとこう入れたというか。それはそれでよかったね。そう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 、そうなんですよ、自然な感じというか、うん、いや、だから本当はこうみんな集まった時に、いや実はっていうのが一番ベストなんだろうけど、うん、それこそあれ動画回し的な、そう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 、そういうのも考えてはいたんだけど、あ、まあでも多分みんな集まるより先に動画出すだろうから。あ、そっかそっか。そう、まあだったら LINE でもいいかなみたいな。聞いておきたかったし、ね、確かに。そうだよね、うん。うん。それでもちゃんとあれじゃない？動画上がる前に、あれじゃない？うん。あ、そうそうそう。動画上がるだいぶ前だよね。うん、そうだね。そうだね。これから、
結婚することになったわ的な感じで、ね、そう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 、それを見てあびっくりみたいな、そう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 、改めてこう幸せになってほしいですね。いやそうですね、うん、本当に。いや行けますよ、大丈夫です、行けますよ、行けます行けます、どこにその俺が自信持っててもしょうがないけど、まあ大丈夫です、幸せになりますよ、どこに行くのかな幸せになりますよ、そうですね、うん、俺も結婚しようかな、お、うん、お察し、え、俺らだよ、みたいな禁断の BS 的な、ちょっと、ちょっとチャンネル崩壊するんだよ、カップルチャンネルなのかな、カップルチャンネル、BL チャンネルみたいな、じゃあサブチャンネルで、それあれ、あ、 BL チャンネルもある、あ、あると思う、あるあるある、登録者2人とかいたら2人と俺らでしょそれぞれが総合でね総合で、そう、悲しい、それはそれでちょっとね、うちは見る必要ない、確かにただの置き場みたいな動画の、そうですね、確かに、はい、はい、まあそんな2人のことも見守ってもらうそれのなんかの、うん、微妙ななんかね何か残しつつ残しつつ、ちょっと不穏な空気を残しつつ、うん、まあ本当にねこんな冗談も言ってますけど本当に幸せになってほしいの、はい、本当なんでね、うん、そうですね、思っておりますので、はい、あの皆様も、はい、見守り俺が言うのおかしいよね、うん、そうだね、俺なんか俺らがね俺が見守らなきゃいけない、俺らがあれだよね、そのマッチに幸せになってくださいっていうのはね、そうだね、心から思っておりますので、はいはいはい、これからもどうぞよろしくお願いします、よろしくお願いいたします、はい、まあなんかあの特段動画として何かがさ、うん、結婚したからって変わるかっていうとそんなに別にないと思うんだけど、うんうんうん、まあ何かあった時には動画でね、そうだね、するとは思うけどね、はい、うん、そんな感じかな、そうだね、はい、また何か動きがあったら動画にしたいと思います、はい、本日もありがとうございます、はい、まあなんかいろいろねネガティブな動画とかもここ最近は多かったからね、はい、たまにはこういう動画もいいお知らせね、うん、いいお知らせ、いいお知らせというか、ね、いいお知らせです、うん、喜ばしいというか、はい、はい、まあ自分で言っちゃったけど喜ばしいよ、はい、喜ばしいことだよ、ちゃんと喜ばしいですよ、これは、うん、はい、はい、というわけでそんな感じかな、はい、はい、終わります、終わります、動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますのでそちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。